はい、おはようございます。今日はね、初詣に行こうと思ってるんですよ。1月3日です。なんと去年から5日間クロケンパパ外出していません。ピクミンは1日何歩とか、せいぜいトイレに持っていくぐらいだから2、30歩をずっと毎日続けておりましたが、今日こそ3000歩ぐらいは歩きたいかな。ね、唯一の健康法なので、行ってきたいんですが、ジャン君とポンちゃんはずっといるから、なんとなく喜んでる感じだったけど。ジャン君、ごめんね。ちょっとのんびり歩きたいから、2時間ぐらい出ていい？神様にね、10円あげてくるから、お願いしま腰す。にチクッとかないとね。あなた誰？スパッキーかサザンカかどっちかです。サザンカ多分サザンカ。ちょっと見えにくいけど富士山に。遠目に見える富士山です。なんかこんもりしたプリンみたいな感じになってる。わかるかな？雲で形が変わってるの。水の中投げるおもちゃ。ポンちゃん、お年玉もらった。アイちゃんくん、お年玉もらった。お年玉、お年玉。こうなっております。こんな感じになっておりますの。何で行き方ですか？あ、ポンちゃんはこれの 袋の夢がいいの？ねえ、なんかもらえると思ったね。ポンちゃん、はい、ジャン君。開けてみじゃあ、こいで。投げる、投げるおもちゃだって。ジャン君にちょうどいいじゃん。はい。ねずねず。ねずねず、ねいきますよ、いきますよ。投げるおもちゃって書いてあるよ。はい、ぷじゃ。ぷじゃ、女の子だからピン。はい、どうじゃ。もう遊んどく。おお。キャットニップが入ってるっぽいよ。はい。投げ珍しいね、ジャン君がいきなり食いついたぞ。ネズミ型投げるおもちゃ。やったね、ジャン君。ジャン君にちょうどいい。あ、ちょっと前失礼。はい、いいね、ジャンちょうど重さ的にジャン君が投げるやつにいいんだね。だって、ネズミ型投げるおもちゃっていう名前のおもちゃだよ。もうジャン君のためのおもちゃじゃん。おジャン君、長年投げてます。ぽいちゃんもね、ぽいちゃんも遊ぼ。ぽいちゃん、ジャン君とポンちゃんにお年玉、どうもありがとうございます。受けてます。受けちゃいましたよ。よかったね、ぽいちゃん。興奮してお腹が空いたようです。